死ぬへの物語は古代エジプト文学における物語文学の傑作の一つとされている作品。紀元前20世紀前半、エジプト第12王朝の始祖であるファラオ・アメンエム・ハと一世の死をきっかけとした出来事を描いた物語である。描かれている時代の直後に成立したと見られており、現存する最古の写本は紀元前1800年頃、 アメンエムハト三世の頃のものである。主人公シヌヘが実在したのか、そしてこの作品に描かれたようなことが実際にあったのかについては、エジプト学者の間で今も議論が続いているが、ほとんどがフィクションだというのが現在の一般的認識である。神の説理や慈悲といった非常に普遍的なテーマを扱っており、その匿名の作者は、エジプトのシェイクスピアとも称され、 その考え方は聖書にも共通するものがある。印文の形式で書かれており、朗読されていた可能性もある。古代から人気があったことは、多数の断片が見つかっていることから裏付けられている。神々とアメニエムハト一世の姿が描かれたレリーフシヌヘは、リビアに遠征中の王子センウセルト一世に、随伴している交換だった。彼は、王、 アメンエム派と一世の死にまつわる話を耳にし、カナエと逃げることになった。死ぬへのエジプト脱出劇の中に登場する、次のセリフは、古代エジプト文学の中でも、名文の一つとして数えられる。喉の渇きが襲ってきた。息苦しい。私の喉は渇き切った。私は声に出した。これが、死の味だと。彼は、族長アンミエン氏の義理の息子となり、 その子らは族長を継ぎべく成長していった。シヌヘは、アンミエン氏の下で周辺の反抗的部族と戦った。一騎打ちで強敵を倒した後、年老いたシヌヘは故郷に戻ることを祈った。すると、エジプトの王となった、センウセルト一世から帰ってこないかという手紙が届き、シヌヘはこれを受け入れた。その後は、エジプトのファラオに仕え、亡くなると、 ネクロポリスの美しい墓に埋葬された。今日まで残る写本の数は、パピルス写本が7点、オストラコンへのそれは25点ほどに及び、このことから、シヌヘの物語は古代エジプト人にあっては、時代を超えた古典として読み継がれてきた物語文学であることがわかる。シヌヘの物語には、様々なテーマがあり、それらが、後世の様々な文学に影響を与えている。 その豊かさは、ハムレットや他の有名な文学作品にも、例えられている。死ぬへの物語には死ぬへがなぜ国外に逃げたのか、理由が書かれていない。このため、その理由については、多くの学者が論争してきたが、一般的には何らかの恐怖を予感し、パニックに陥ったとする説が有力である。この物語には、象徴的ほのめかしが数多く含まれている。 シヌヘという名前にも物語を理解するための重要な象徴が隠されている。エジプト一軸は古代エジプトの生命の木であり、ハトホル神と関係が深く、ハトホルは作品中によく出てくる。シヌヘは当初神の守護する力の及ぶ場所にいた。それは王の力の及ぶ範囲でもあり、同時に、 ハトホルに例えられる女王の力の及ぶ範囲でもある。そして、そこから逃げ出そうとする。エジプトを脱出して、最初に死ぬへは、女神マートと結びついている水路を渡る。マートは、真理や、正義の女神である。水路を渡った場所のそばには、エジプト一軸の木があった。古代エジプト人は自由意志を信じていたが、そこには、マート人の方が、 暗黙のうちに作用しており、神の慈悲が作用しているとも信じていた。死ぬへの故郷からの逃亡と帰還にも神の摂理が働いているという信念が全体を追っており、死ぬへの逃亡は神の力の及ばない地への逃亡と見ることができる。聖書に出てくるヨセフの物語は似たような構造になっている。約束の地下難のヨセフはエジプトに連れて行かれ。 そこで交換になって、妻と交えるが、その後カナンの家族と再会を果たす。一方、シヌヘの物語では、神聖な地エジプトのシヌヘがカナンに逃亡し、交換となって、妻と交えるが、最終的に、エジプトの家族と再会を果たす。聖書には別の観点で、類似の構造の話が他にもある。神の力の及ぶ範囲からの逃亡を企てて、 失敗したという意味では、予言者、ヨナの話に似ている。強敵を一撃で倒したという話は、ダビデとゴリアテの話と対比される。また、シヌヘの帰還は、宝刀息子の例え話に似ている。ノーベル文学賞を受賞した、エジプトの作家ナギーブ・マーフ・フーズは、1941年に、オーダット・シヌヒという短編を発表している。シヌヘの物語をベースとして、 原作にはない男女の三角関係を加えている。ミカワルタリの1945年の小説、エジプト人は、主人公がシヌヘという名であり、1954年には、エドマンド・パードム、ビクター・マチュア、ピーター・ユスチノフ主演で20世紀フォックスにて映画化、されている。ただし時代設定はエジプト第18王朝の、 アメンホテプ4世一世下であり、主人公シヌヘは過ちを犯して、エジプトを去るが、異国の地で成功して、財を成してからエジプトに帰還する。ありがとうございます。